こんにちは。今日はですね、四国中央市に来てます。我々が作ってました木造のベンチを18脚贈呈することにしてます。そのために今日は控え室で待ってます。今日頑張りますよ。さよなら。目録1つ、木製ベンチ18脚。右、愛媛県森林環境保全基金公募事業実施記念として贈呈いたします。平成22年3月16日、特定非営利活動法人倫理生活指導センター会長井上富雄、四国中央市市長井原拓実様、どうぞお使いください。感謝状、特定非営利活動法人倫理生活指導センター会長井上富雄殿。この度本市に対し、貴法人の格別のご奉仕により木製ベンチ18脚をご寄贈いただきましたことは、誠に感謝に堪えないところであります。よってここに深く感謝の意を表します。平成22年3月16日、四国中央市長をやったことです。ありがとうございました。こちらこそ。